にちは、AD テクノと申します。今回は、弊社の方で扱っているデジタルフォーキャストの、新製品の方をご紹介します。で、こちらの方が、今週、月曜日、新しく新製品の方、ご案内させてもらいました、XNEO1 という製品になります。でこちらが、HDMI と SDI の、クロスコンバートでアップダウンクロスの機能がついたコンバーターです。で一応こちらの液晶の方が5インチの操作タッチパネルになっています。で実際にこう触っていただくと設定画面の方が出まして、でインプットの方、SDI あと HDMI を選ぶことができます。でこちらの SDI と HDMI のインプットの他に、あとテストパターン、こちらの方もアウトプットから出力することができます。でテストパターンの方が、SMTPE ですとか、ブラック画面、ブラックカラー、あとは、パソロジーの方も、アウトプットをすることができます。であとはこういった設定画面の方も、タッチパネルの方で操作できますので、あとはそうですね、アウトプットはこちらの方で、出力フォーマットの方を変えることができます。あと、こういったオーディオのレベルメーター等も表示の方できますので、ぜひ、弊社の方にお問い合わせいただければと思います。で本体の背面の方なんですけども、こういった形で、SDI と HDMI の、インプットアウトプットそれぞれ、両端についています。であとはですね、オプションになるんですけども、バッテリー駆動ができるように、専用のバッテリーのパックプレートも、発売する予定です。こちらのところですね、こちらにバッテリーをつけていただければ、現在その対応しているのがキヤノンの LP とあとソニーの L バッテリーの、専用プレートを用意する予定なんですけども、だいたい最大で2時間程度、バッテリー駆動の方ができるようになります。あとは、こういった、まだ発売前なんですけども、クロスフレームシンクロナイザーで、こちらの方で操作画面がついているタイプ、こういった新製品も新しく出していく予定ですので、ぜひ、弊社の方にお問い合わせいただければと思います。